こんにちは、今村豊です。今日は6月20日から開催されますグランドチャンピオン決定戦が行われます徳山ボートレース場の方に来てます。本日はですね、特別なゲストをお呼びしてますのでご紹介したいと思います。どうぞ。いや、お久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりですね、本当に。久しぶりです。今村さんがね、阪神競馬場に来てくれた時以来ですが、もう約30年ぶりですね。そうですよね、はい、30年経ちましたかね。早いですね。あの頃はね、2人とも若かったんですけど、はい、若かったですね。もう本当に年取ってしまって。いえいえ、もう今村さん若いです。もうずっとね、今村さんの勇姿はレース場で。ありがとうございます。私もね、新聞、実は旧スポなんですけれども、競馬の方で予想されてます、はいはい、最近、はい、ずっと見てます。ありがとうございます。徳山ボートレース場に来ていただいたんですけど、はい、どのぐらい来られたことあります？このボートレース場に来るのは中学校の時に、中学校の先生に連れられて、ちょうど中学校に入る前に、はい、まあまあまあ経験というか、もうレースを見るというので。ボートの選手になろうっていう気はなかったですか？いや、ちょっとあったんですけどね。あったんですけどね、僕にはちょっと難しいかなと思って。いや、でも競馬でね、対戦されてから本当に活躍。私もね、若い時本当ずっと見てて。いやいや、もう僕も今日はね、私のもう超憧れのこの今村豊さんに会えて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。今日はですね、はい、スタッフさんがね、はい、徳山の方で、特別な宴会場をね、準備してくれてるみたいなんで、ありがとうございます。早速、はい、行ってみたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ご一緒お願いいたします、はい、よろしくお願いします。あ、すいません。久しぶりです。今日はボートレースファンの私にとっては夢のような時間ですが、ああ、じゃあ行ったと。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、今日は本当、今村さんありがとうございます。いや、こっちこそありがとうございました。よろしくお願いします。どうも。いやー、今村さんとこういうひとときが持てるのは本当に幸せ。ありがとうございます。私も、ね、ずっと会いたかったんですよ。いや、ありがとうございます。本当に会える機会がないなと思っていたんですけど、いやいや、もうこれをご縁にまた、はい、ありがとうございました、はい、ちょっと私から一つ質問したいんですけども、はいはい、田原さんが初めて今村さんを認識したのってのはいつなんですか？いや、もう今村さんがデビューしてすぐですよ。その水面で見たのはね、多分ね、もう墨の絵だったと思うんですけど、でもそれ以前にはもうテレビですよ。あ、そうです。そう、テレビでそのちょくちょく尼崎とか墨の絵のゲストに呼ばれてたんですけど、はいはいはい、その時にすごい選手が出たって言われてて、それが今村さんだったんですよ。あ、そうですか。はい、もう鮮烈でしたよ。早いからで言えば、あの頃の、まあ、僕なんかからしたら、あの頃のボートレースっていうのは、まあ、今でもまあ、ね、まあ、スタートして左に回るんだから、はいはいはい、インコースが一番左に端にあるんだから、まあ、はいはい、まあ、私がこんな話するのも申し訳ないですけど、イン有利じゃないですか、はいはい、インもアウトも関係ないって初めて意識させられたのが、はい、今村さんですよ。あ、はい、いや、まあ、綺麗でしたよね。いや、これお世辞じゃなくて。ありがとうございます。本当に素人の私がこんなこと言うのを申し訳ないんですけど、はいはいはい、それまでもそのまあまあ、まあ、今で言う全速ターンですか、はい、まあ、全速で回る人は、はいはい、まあ、いたですからね、まあ、はい、まあまあ目に しましたけど、今村さんを見た時はね、その普通の、まあ、それまで言われてる全速で回るっていうのとはもう全然違うなと思って、全速ターンっていう、まあ、ワード、今で言うワード、はいはい、単語をね、耳にしたのは多分僕は今村さんがデビューしてからだと思うんですよ。それまで私ね、はい、天才と言われた福永洋一さんとかに、はい、競艇場でまあよくお会いしたりして、はい、見に行ってた時、確かにその時のまあ全速ターンってあったと思うんですよ、はい、でも全速ターンっていうのを僕が意識したのはもう今村さんからですよ。まあ、僕がですね、デビューしてコースももう外6コース1本って決めてましたし、
ほぼほぼノーエースでもうまくりに行ってましたから、はい、もうほぼ刺しに行くことなかったんで、なかったですよね。だから余計にそのね、はい、印象深く、はい、みんなの記憶にね残させたかなっていうふうに思うんですよね、はい、いやでも本当にね、はい、だから僕はねあの時思ったのがやっぱりその後ねこれはもう後になってその時思ったことが何だったのかっていうのが分かったのはやっぱりあの全体ボートレースに限らずまあ何でもそうですけどまあ歴史上のいろんな出来事でもあなんか全てを変えるのは大勢じゃなくてたった一人の人がやっぱり変えるんだなと思って、はいうん、だからそうでしょうね、うん、結局は誰もやらないのをやるから変わっていくわけですから、はい、誰もやってたらもうすでに変わってるわけですよね。そうですね。だから今のボートレースをがあるのが結局やっぱり今村さんのおかげじゃないけど、まあそんなことはないとは思いますけどね。本当ね、はい、あどうぞ お召し上がりください。あの今村さんによってボートレースは変わったと思いますよ、うん、まあそう言っていただくとありがたい話で、今この動画とかご覧になってるの人が多分先列に覚えてるって言ったらあの選手権今で言う選手権って今ダービーって言うんだからダービーです ね、はい、2回目でしたかね3号艇で5コースだったんですよ、はい、確か、はい、絞るんじゃなくて、はい、まくってって、はい、あの鉱石っていうんですか、はい、鉱石ってグーンとエンジンの後の、はい、それがねなんかこう少なく目なんか滑るような感じで、はい、シューッともうだからああいうまくりとかっていうのは僕らあんまり 見たことなかったんですよね、はいはい、それがもうデビューの時からああいうまくり、はい、まくりだったんで、はいはい、まあ本当に印象残ってますよ、まあ、滑っていってって言われますけど逆なんですよあれ本当はすごくかかっていくんですよ道がかかっていくんですよだから逆にああいうふうに綺麗に回れるんですよあなるほどね滑っちゃうとまくれないんですよまあ流れます、ねまあ、僕らで表現の仕方がちょっと違うと思うんですよね、はいまあ、鉱石が綺麗にこう滑ったように、はい、そう滑ったように鉱石のがもう一筆書きみたいなんですよ、はいはい、こうシューッていうように、はいまあ、筆で打ったらスッというようにあだからまあかかってるからあれだけ綺麗に回るんですね。そういうことです。あれをデビューした当時からもうやってたんですから、はい、やっぱそれは先輩方は脅威やったでしょうね。まあどうでしたかね。いやいや思いますよ。偉、はい、いやつが出てきたなと思って、はいはい、あの一方で今村さんが初めて田原正規というジョッキーを認識したのっていつですか。競馬そのものっていうのは私が現役の選手になってからあの競馬っていうものを知ってですね田原さんはもうすごい有名な騎手の方で憧れるとかそういうことはないんですけれどもやっぱり競馬界で先ほども言われましたけれども福永祐一さんとかね、はいはい、田原さんとかもすごい有名な方でまあ住む世界当然違うし私からしたら競馬の世界ってボートの世界で一ランク上なわけですでそこでねすごく活躍されて素晴らしい選手なんだなっていうふうにねずっと思ってましたねだからあの競馬場に行くっていうことはまあなかなかなかったんですけどもでそんな中 ね、あのそうですね、はい、阪神競馬の方にお邪魔した時に田原さんにお会いしてですねあれなんでお会いできたかって私記憶にないんですけどいやあれね僕はね OO スポーツ社 の、 あのでしたか、ね、記者がまあまあ段取りして、はい、ちょっと悪いけど会わせてくれって言っていや本当に、はい、あの開催中だったんですけど、ねうん、ちょっと会いたいから3週です本当にお会いできる機会をいただいて、はい、僕は本当すごく嬉しかったんですよ僕が最終レースを終わってすぐ帰らないんだったらあと待っとくから騎手、はい、の控室まで連れてきてくれって、はいまあ、当時はもう関係者以外はダメやったんですけどす、ね、ちょっとあの今村さん来てるからっていやまあミーハーでミーハーですよいやいやぜひこっちがミーハーでしたからぜひお会いしたいなと思って、はいまあ、短い時間だったんですけど、はい、そうですね、はい、でいろいろ話させていただいて、はい、私もすごく嬉しくて、はい、後にやっぱりあの仲間とかでもね田原さんとお会いできたんだよって本当に逆に自慢できるような感じでしたから、はい田原さんボートを見て今村さんを見て、はい、自分の騎乗にやと取り入れたこととかなんかちょっと役立たせたこととかってありますかだから旋回さっき言ったあの全日本選手権左回りで言えば1枠からこう、まあ、6コースまであって
競馬でいうとまあ13とか14、まあ、まあ今でいう18とか 10とかあるじゃない。やっぱりさっき今村さんが言ったようにね、こっちから出て花立とうと思ったらこう絞っていきたくなるんですけど、はいはい、やっぱり絞っていって馬も右手前で、まあ、左回り回って絞っていくとスピードを乗せていくとやっぱり膨れるんですよね。膨れるんですか。膨れます。やっぱりあの自転車と一緒でコーナーまで膨れるんですね、はい、もうすごい膨れます。もう遠心力というか、はあ、でこれね逆にまっすぐ行ってこっからこう回ってやったら馬が楽なんじゃないかなと、はいはいはい、回りしろがあるっていうんですかね。それはもうボートレースは違うかもわかんないですけど、あ、そういう回り方もあるなと。だから今絞りまくりと、はいはい、今村さんのこのまくりとっていうのが、はい、で逆に私はまっすぐ行ってましたもん、はい、そうだからまっすぐ行った方がカーブの頂点までこう曲がる方が馬が伸び伸び走るなって、はい、あ、これ今村さんのまくりだなと思って固定概念を崩すっていう共通点がすごいあると思うんですよ、はい、お二人には。あれ、今村さんにとって固定概念って何ですか。いや、私の場合は固定概念はないんですよ、正直。そのただ自分の戦法的に、まあ、デビュー戦もそうなんですけど、デビュー戦も全速で引きつけておいてブンとまくったらまくれたわけですよね。これだったらスピードも落ちることないし、やっぱり自分は走る上においてはやっぱスピードと思ってましたから、刺しに行ったらやっぱ落としてしまうんでスピード落ちる。だからこの戦法で勝てる勝てないじゃなくて、とにかく自分が上達する上でその戦法をずっと使ってたっていう。やっぱ単純なんだよね、そぎ落としてるっていうか、うん、でもね そんなに考えてないですよ。でもね、単純なのをね、単純なのが一番、ね、難しいんでしょうけどね。難しいんだよね、うん、だから僕言うでしょ、いつも騎乗論の時とかでも、この間も某若手の時に何かアドバイスって言われる時も、やっぱりこれだなって、こうね、まあこれをジョッキー、まあちょっと逆なんですけど、ジョッキーが箸として、はい、まあ馬がこれだとして、はい、まあ重心があって視点があると。やっぱりね、ここに乗りなさいと。あ、わかる。もう私ね。ここに乗りなさいと。もう針の一点、それが、はい、もう最初はこんな重心と視点がこんなのかわからないけど、ちっちゃくちっちゃくちっちゃくなるほど、本当に、いいんだよ。そこを追求しない。ボートの場合も一番大事なのは重心点なんですね。だから重心がぶれないことが一番大事なわけですよ。上手性が悪い選手は船暴れるんですよ。そう、分かりました。はい、船がバタバタしてるんですよ、はい、でやっぱり船が落ち着いて本当に安定してターンしてる子ってやっぱぶれてないんですよ、はい、競馬を見ます、オートレース見ます、ボート見ます、上手性見るんです。だから競馬も騎手の上手性見ちゃうんですよ。だから馬が強いとか弱いとかもう道中見てないですよ。あ、この騎手乗り方うまいなとかっていうのが結局一番動かない人を見つけるんです。僕もボートレース見ててやっぱりね、上手姿勢見るんです、はい、で本当は今予想もしてるんですけど馬を見なきゃいけないんですけど、ついつい騎手やっぱりもうこれはね、はい、もうどうしても騎手を見ちゃう。まあ最近の選手ちょっとあまり存じ上げませんのであれですけど、はい、その中でね、騎手の方で一番最初に騎乗姿勢がいいなと思ったのは武さんなんですよ。はいはいはい、わかります、はい、この武さんは一番動かないな、はい、そうです。ずーっと同じ平行線たどってるなって思ったのが、だからその時はもう田原さんはもうやめられてたんで、はい、比べようがなかったんですけど、見れるようになってみて、わ、この人すごいなと思ったのは、だから勝つべくして勝つんだなって私は思ったんですよ。そうなんですよね。だからみんなね、例えばボートならボート乗った時に上手くなりたい、どこを盗んでみようかとか聞いてみようかっていう、やれハンドルどれだけ切るのとか、そうそう、レバー操作どうなんですかってなんですよ。いや、自然に状態がしっかりすれば好きなだけハンドル切れるし好きなだけ握れるっていうんですよ。歪んだところで乗っちゃいけないところに乗ってて、そう、それで切れって言ったら切れないんですよ。切れない、無理ですよね。無理なんですよ。だからね、豊君にも僕聞かれた時もその1個しか教えてないですよ。その若い時に、まあ、彼みたいな、まあ、転生がね、まあ、聞いてくれたのは、まあ、記事も見てたと思うけど、
話した時でもそうです。そこがね、だからそれはどうしたら見つかったんだよ、やっぱりね、乗らなきゃダメなんです。あ、そうですよね。ボードも一緒ですよ。やっぱ私だから後輩にも弟子にも言うのは、とにかく乗って練習しろと。はい、乗らなきゃダメです。聞いて教えてもらってできるもんじゃないんですよ、うん、そんなもの。お二人とも共通点がある あるなと思うのが、勝つことも大事なんですけど、なんかそれを超えた美意識みたいなっていうところにものすごく重きを置いてる気がするんですけど。そうね、綺麗さというかね、やっぱり、ね、あのレースは綺麗汚いとかっていうんじゃなくて、やっぱりね、美しさを追求しなかったらね、技術も上がらないって、うん、ねえ、あの泥臭くっていう言葉はいいと思うんだけど、でもなんていうのかな、ガチャガチャっていうかさ、やっぱ絵に描いたように勝つ方がさ、うん、私はもう当てれば勝てると思ってますから、ファンの方にいたは申し訳ないですよ。いや、船券買って勝ってくれるから船券買ってるんだって言われるかもしれないですけど、私からしたら当てに行けば勝てるって思ってるんですよ。逆転もできるって、勝てる選手っていうか、横綱になったら横綱相撲を取りなさいようながあるんですよ、ね、だから全選手に横綱相撲を取れとは全然思ってないですよ。まあ、私もそうです。横綱にかかっていくに、ね、例えば立ち合いで変わるとかしないと勝てなければ、それ手段であるわけです。でも横綱がそれをやっちゃうと、え、横綱ってなるじゃないですか。だからやっぱり自分もその若い時からちょっと稼がせていただいて成績良くてってなった時に、決して横綱とは思ってないですよ。でもその横綱大関に近い位置にいる人間に なれた時に、やっぱり横綱相撲を取らないといけないなっていうふうに思って、それをずっと40年間引退するまで、それが今村さんの誇りですね。はい、あ、それはね、ボートレースファンはね、みんな分かってますよ。これはあのボートレースの記事を書くときに、やっぱりね、やっぱり選手のモラルっていうのすごい気になる、あの選手のモラルをがそのすごいあの気になるんですよ、あのジョッキー見てても。ですから今村さんのやっぱりね、その全速ターンもやっぱりあの伝説というか、ボートレースの歴史を変えたけど、あの今村さんのあのターンのやっぱりモラルっていうのを若い人にも受け継いでほしいですよね。はい、だから今の多分あの今村さんの弟子とかのね、白井さんとかいっぱいいるじゃないですか、はい、あの SG も勝ってるし、はい、だから今今村さんの代わりに、前も白井さんにの記事書いて白井さん勝ってくれたけど、もう逆に今村さんのを面影を俺は引きずって白井さんとか見てますよ。うん、だからエイジはね、本当に私もずっとレース見てて、あ、横綱相撲を取ってるなと思う部分すごくあります。はいはい、これ行ったらいけるんだけどなっていう、旗から見たら多分思うところあると思うんですけど、はい、行かないですもんね。やっぱり技術でどうにかしようというね、はい、とこあるんですよ。でそれで負けたら仕方ないんですよ、うん、そうですね、勝負の世界、はい、勝った負けたがあるから勝負は勝負なわけですから、うん、勝ってばっかりいたら勝負に ならないじゃないですか。で勝者になるわけですよ、はい、そうですね負けるから勝負ってなるんですよ、はい、そうあと2人ともデビュー戦で勝ってるんですよ。でつまり下積みが必要とされる世界でいきなりデビューと同時にこう輝いてたんですけども、そのよく天才とかレジェンドとかって言われることが多いと思うんですけど、はい、当事者としてはどんな気持ちだったのかっていうのを聞きたいんですよ。天才って言っていただいて、これはありがたい話なんですね。私からしたら天才って世の中いないと思ってますから、うん、そんな中で天才って言ってもらえる自体はもう本当にありがたいことなんですけども、私自身が天才って思ったこと一度もないですよね。それだけのことをしてるから人の上に立ってるだけであって、生まれ持って、例えばその私がですよ、生まれ持って元巣で訓練を受けたわけですけど、訓練もなくね、ライセンス取ってデビューして一着取ったら、これ天才ですよ、うん、そんなわけないんですから、ね、野球の選手に私例えていつも言うんですけど、ね、じゃあダルビッシュ選手、まあ、今で言うと大谷選手がですよ、
初めてボールを持って今の球投げたらこれ天才なんですよ。でもありえないんですよ、ね、今のバッティングを初めてバットを持ってあのバッティングをしたら天才なんですけど、ありえない。やっぱり小学校の頃から小さい時から野球親しんで練習をしてきてるわけです。そんな中ね、並々ならぬ努力してるはずなんですよ。普通の選手はまあ球場に入って練習しますよね、みんなと同じ練習しますよね。俺も努力してると思ってるんですよ。でも抜けてる選手はどう思うかって、人並み以上に絶対やってます。やってても不安になる。他のやつもっとやってるんじゃないか、でもっとやるんですよ。だからそこに差が出ますよね、どうしても必然的に。やって上手い強い選手がそれ以上やるわけですよ。で普通のレベルの選手はやらないんですよ。だからどんどん開くしかないわけです。わかります、わかります。だからで、まあ、デビュー勝ちって言ったけど、だからね、まあ、僕も、まあ、それはもう いい馬に乗ってたと思う、まあそまあまあ、デビュー戦の勝ちはね、私もね不服と思ってるんですよ、うん、その勝つべきして勝ってるわけじゃないですか、たまたまなんですよ。いい馬に乗ってた。いや、まあ 今村さんの場合はもうあのエンジンも仕上げ、まあ、あって、でもね外からあれだけ行って、ただねあのご褒美っつったらおかしいけど、あのデビュー勝ちす、例えば同じデビューの時の新人、まあボートレースほど多くはないけど、その時あのデビュー勝ちしたのは 僕だけだったんだけど、まあ十何人か、まあ、いて、そこまでにはもう一番乗ってた。あのいや絶対そうですね、馬に、うん、で、まあ、今ではね、うん、今田さんここはもう時効だから言うけど、許されるけど、あの競馬学校夜中に馬出して乗ったんだよね。よくバレなかったなと思って。いやそれもね、別に夜中に乗りたかったわけじゃないですけど、うん、ずっと考えてたらね、気になってそうですよね。で気になってで、当時は、まあ、あの今でいう立東トレセンに、その今は人員もいっぱいいるけど、やっぱりあの調教乗れる人員とかがちょっと足りない厩舎もあったわけさ、誰かが怪我したりとか、だから頼んで乗せてもらって、だから馬場が空いてから、それ前何年間でもじゃないけど、馬場が空いてから終わるまでずっと俺が一番先、あの馬場にで乗してくれないんですけど、乗してくれないよ、そのいい馬とかは。そのあんちゃんって言われるんですけど、騎手みんなでは、あんちゃんお前こんなもん乗れるわけないだろうとか言って、危ないからとか。でもたまに人手が足りないとことかは、まあ言えば今で言う未勝利とか、まあ言えば能力のない馬いるんだけど、重い馬ね、スピードのない馬でもね、そういうのもいっぱい乗ってきたらね、スピードのない馬をこうしたら早く走らせるか、れるかなとかっていうのも身についたんだと思うんだけど、やっぱりだからね、人生失敗、あの頃の思いがあったら人生失敗してなかったんだけどね本当にもう本当にね、乗ることばっかり考えてましたよ。いや、やっぱそうですよ、うん、だからね、だからちょっともう聞きこれが気になったって。あとね、よく試してたね、あの頃馬に乗ってもその馬の状況の邪魔にならない程度によ、やっぱり。だから競馬学校の時一番落馬したんだから私が一番転覆しましたからああだからね、だからギリギリはどうだろうかなとかって。あ、そう、一緒、本当に驚くほど一緒です。今村さんもいかに単丸くギリギリで回るかっていうので転覆したんですよね。そうそう、やってましたからね。で単幕当たってこけてましたから。あ、だからあのターンが生まれたわけですね。まあ、結局そこ、まあ、そうですよね、でしょうね、うんうん。まあ、それとやっぱり私もね、私はボートを練習するって言ったらもうレース場しかできないわけですね、当然。そうです。で例えばどこそこの湖に持って行って乗るとかできないですし。あ、そうですよね。でそうなるともう当然あの朝早朝練習とかもあるんですよ。これ時間なくてほぼ乗れないんですよ、ちょっとしか。で一番乗れるのどこかって見た時に、出場してる時朝1レースから10、今で言うと12レースまでありますよ、はいはい、当時10レースなんですけど、はい、その間って
乗れるわけですよ。試運転時間ってあるんですよ。結局販売中がよくあの出てくるでしょ。あの僕らね、あの展示があってスタート練習があってとか、ね、はい、その間ですよね。そうです、はいはいはい、だからその間って試運転時間があってですね、その間いくら乗ってもいいわけですよ。決して燃料決まったわけでもないし、だから若い時って朝、まあ当然1レース始める前から試運転時間あるんですけど、うん、とにかく試運転時間中はとにかく乗ってましたから。で燃料代が自分でいるわけじゃないですよ、はいはいはい、施工者さん出してくれる、はい、これを使わぬ手はないって。でせっかく時間もあるし乗っていいよっていう時間も作ってくれてるわけですから、だからもう本当に嫌味も言われましたけどね、あるレース上で、はい、お前が来た時だけ燃料代が行ってやれんちって言われたこともあるんですけど、それぐらい言われるようになったら本望ですよね。いや本当そうです、はい、グラちゃんに出れるっていうのはね、はい、一つのステータスですから、はい、本音を言えば私も参加したかったんですけれども、ああそうなんだ、やっぱり、ああじゃあいい、今日ボートレースファンいいこと言ってただから、今節のグラちゃんの穴目は、はい、